皆さんこんにちは、タイリンガールの千秋です。引き続きちょっと今回のですね、バンコク滞在の、情報をですねシェアしたいなと思うんですけども、今回友達とちょっと街中の方に行き、用事が終わってから空港まで行くときにですね、グラップというですね、今話題の、タクシーサービスを使ってみました。はい、Wi-Fi さえあれば、このグラップのアプリから、申し込みをして、もうね数分で車が来ました。場所にもよると思うんですけど、今回バンコクだったので結構車の台数が多くて、すぐ来ました。で、あと料金も距離によってもう決まってるので、揉めることもなくですね、メータータクシーだと渋滞だったり、あとなんかこう道が間違えたりすると、その分メーターでチャージされてしまうんですけども、グラップはもう金額があらかじめ決まってるみたいで、何のトラブルもなくですね、スムーズに、行くことができました。で、今回一緒に行動した友達と2台に分かれて乗車しまして、私たちの方は割とスムーズにドンムアン空港に着いたんですね。で、もう1台の友達の方はドライバーさんが道を間違えて2回も U ターンしてドンムアンに着いて、ちょっと私たちよりも後から到着したんですけども、料金は同じでした。まあ、210バスだったんですけども、ピタッとですね、超過料金が道が間違ったとか時間がかかったとか、そんなことでも搭乗者というかお客さんのせいではないので、メールを会計でですね、とてもすっきりと利用することができました。はい、ちょっとこれを機会にね、私もグラップ使えるところでどんどん使っていきたいなと思います。料金がね決まってるっていうのはとても安心ですよね。バンコクなんかだったらもうすごい便利なのでいいなと思いました。この情報が役に立ったな、やってた方はぜひいいねを押していただけると感じになります。私の LINE アップも、お得な情報などですね、配信してますので、もしよかったらタイ好きの方ぜひチャンネルと LINE アットの友達登録もお願いします。ではでは。